もしもし、お父さん、今パート終わりました。あ、何？今日飲んで帰ってくるの？あ、分かったわ。じゃあお夕飯、私適当に食べておくからね。はい。お疲れ様です。まさとくん、お疲れ様。最近よくバイト入ってるわね。あ、もう大学4年なんでね、授業もあんまないんですよ。もう4年か。私も年取るわけだ。いやいや、あんまりハメ外しすぎて遊んじゃダメよ。はーい。もしもし。ああ、今バイト終わったわ。いや、今日のナイトプールな、めちゃくちゃ楽しみだわ。女の子3人来てくれるんでしょ。え、1人来れなくなったの？じゃあ男1人余っちゃうじゃん。どうすんだよ。ちょっと女の子心当たりあるから聞いてみるわ。うん。はーい。田中さん今日暇してます。嘘だー。私かなー。ナイトプール、私かなー。いや、もう女の子一人来れなくなっちゃって男一人余っちゃうんですよ。状況はわかるんだけどさ、私かなー。私だって今年60だよ。いやいや、女の子一人来なくなって人数合わなくなると変な感じになるじゃないですか。うん、私が行った方が一段階変な感じになるよ。そんなことないですって。いやいや、人数合わねば変な感じになる。いや、別に会えばいいってもんじゃないから。いや、女の子来てくれるのが嬉しいんですよ。田中さんみたいに女の子来てくれるのが嬉しいんですよ。ずっと女の子って言ってくれるじゃん。嬉しい。久々の気持ち、うん、お願いします。だけど無理よ。だってもう年齢が、だってもう還暦でナイトプールはおかしいでしょ。私先月孫生まれたんだよ。こういうの年とか関係ないですよ。でも水着とかも持ってないし。いや、水着だってレンタルありますし。でも旦那のご飯とかも作んなきゃいけないの。さっき旦那さん帰ってこないって言ったじゃないですか。全部言い訳取り除いてくれるじゃん。もうあと私の気持ちだけ。それに田中さんは全然女子ですよ。田中さんみたいな人がナイトプールにいても全然変じゃないですよ。俺田中さんと一緒に行きたいですし。タイムカード切ってくんで考えてくださいよ。いける、いけるかな。いけるかな。還暦でもナイトプールいけるよね。いける、いける。私はまだいける。ナイトプール。田中さん、すいません、今連絡あって。ああ、全然全然、私別に行かなくても大丈夫だよ。別に、見つかったんだったら全然。レンタルの水着がビキニしかないみたいなんですけど大丈夫ですか。全然大丈夫。